はい、今回は神戸六甲バターサンド専門店ボンボンロケットに行ってきました。娘が六甲でとても美味しそうな、バターサンドの専門店があるよということで、婿殿がとても美味しそうで食べてみたいなと言っていたので、これをプレゼントしたいと言ってちょっと2人で行ってきました。孫を連れてきました。そしたら、オープン時間なんですけれども、行ってしばらくしてから入れるのかなと思ったんですが、なんと1時間待ちで、実際中で注文して買って出てきた時にはもう2時間経ってるというね。なかなか有名店すぎて手に入らへんとは聞いてたんですが、ここまで時間がかかるとは思っていませんでした。ネット販売の方もしてたんですが、全部ソールドアウトになっておりまして、バレンタイン商品の方ももうソールドアウトということで、実際にお店の方に足を運んだら商品はあるんじゃないかということで行ったんですけども、行って正解でした。これは、消費期限が5日間で要冷蔵ということなので、こういう、保冷剤が入った、保冷袋に入れて、保冷袋に入れて、買ってきた分です。実際はこのように常温でも、運べるような、バターサンドあるんですが、間にクッキー挟んでましてね、本当に、まあ、有名なこちらの方を食べたいなと思って、婿殿のご実家の方にはこのバターサンドを店頭の方から、送っていただくことにしました。それはできるんだなって、ネットの方ではできないんですけどね、その方にまで行くと送っていただくことができるようです。で、持ち歩き時間5時間の190円プラスで、保冷剤を入れていただいたので持って帰ることができました。ボンボンロケットの商品の数は全20種類あります。どれも食べたいんですよね。一口ずつ食べてみたいです。オレンジ、ピスタチオ、ダブルチョコレート、ストロベリー、この辺とかはね、だいたい想像つきそうなんですが、ちょっとずーっと見ていきまして、まあ、キャラメルアドモンドもちょっとすごく美味しそうだなぁと、トロピカルもね、爽やかで良さそうなんですけど、このなんか、ワイルドブルーベリーも美味しそうで、ね、ラムフルーツね、ラムレーズンもいいけど、ラムフルーツも美味しそうだね、という。で、チョコオレンジも爽やかで良さそうだし、まあ、アプリコットも、美味しいんだろうなって、チョコ菓子すごい、ちょっとね食べてみたいなと、ね、こういう色物っていうのはね結構ね経験したいタイプです。ヒーズチーズケーキね、普通のチーズケーキもあるんですけれども、ちょっとほんと鼻から出るようなゆずの香りがねいいんじゃないかなと思ってます。抹茶キラコとかありまして、正直ね人それぞれ一口ずつ食べてみたいです。正直で我が家ではもうこの15種類ちょっとお芋系を抜きましたね。なんとなく想像つくような味のやつは抜きました。多分美味しいでしょうけど、まあ、20種類買うってなると1日1人1個以上食べなくてはいけなくなるので、必ず太ってしまうんじゃないかなってちょっと心配しまして、でどうしても美味しかったらまた買いに行けばいいかなと思っております。では開けてまいりたいと思います。今からボンボンロケットの箱を開けていきたいと思います。5個ずつ入れてもらいました。3セットで合わせて15個です。合計20種類あるんですが、ちょっと好みでないものだけ外してもらいました。こちらの方に番号書いてある32と書いておりますものは、こちらの方にある32番、ラムフルーツであることが分かります。ラムフルーツ14番はワイルドブルーベリー、11番はキャラメルアーモンド、
番はピスタチオ、2番はオレンジ、19番はカフェモカ、26番は抹茶小豆、ラムフルーツ、65番はゆずチーズケーキ、82番は抹茶きなこで、33番はチョコカシス、30番はチョコオレンジで、29番はアプリコット、8番は、ダブルチョコレートが入っております。こちらの方は、iPad と息子と自分用に買いました。結構ねずっしりと重たい分厚い、バターサンドになっております。かなり、行列で長いこと並んで買ったので食べるのをすごく楽しみにしております。これぐらいの分厚さですね。実際のものはどうなるのか楽しみですが、1日1個ずつ食べて、ちょうど消費期限が5日間って書いてたので、5日間で食べ切りたいと思います。では。